ボーイング X-50 ドラゴンフライ X-50 のイメージ画像。ボーイング X-50 ドラゴンフライはアメリカ合衆国の垂直離着陸実験機。国防合同研究計画局とボーイング社が開発していた無人機であり、カナードローター、ウィングという方式を採用している。国防合同研究計画局は回転翼機と固定翼機を混合させた。 垂直離着陸機に興味を有しており、1980年代にはシコルスキー X ウィングの研究を行っていた。この流れで1998年よりボーイングと共同で開発を始めたのが X-50 である。X-50 はカナードローター、ウィング方式を採用した無人機であり、技術開発を目的としている。X-50 は 機体全部にカナードを有し、機体中ほどの長部に固定翼ともなるローターを有している。ビブに水平、垂直尾翼を持つ。エンジンはターボファンエンジン1機であり、ローターの駆動にあたっては、ローター単よりジェット排気を噴出し、その反動で駆動させる。トルク制御も廃棄を用いる。高速水平飛行時にはローターを固定し、ジェット排気をローターとは、 ベッドの排気口より後方へ噴出させ、それにより前進力を得る。高速水平飛行時の揚力はカナードお及び尾翼から得ている。なお繊維飛行時にジェット排気はローター端と後部排気口の双方から噴出される。ジェット排気を用いる方法は機体各所が高温となるため、 それを克服する必要があるが、構造については簡易化されることが利点となる。回転翼機と固定翼機の特徴を合わせ持ち、垂直離着陸が可能で、回転翼機よりも高速で飛行できる機体を目指している。X-50 は2機の製造契約が結ばれ、2003年11月24日に垂直離陸に成功した。しかし、 2004年3月23日の3度目の飛行で墜落し、1号機は大破した。2号機を用いて試験は継続されたが、こちらも異常なピッチ運動により2006年4月12日に墜落、機体は失われた。試験飛行において完全な繊維飛行には成功していない。2006年9月にダ a パ a は技術的欠陥を認め、計画は中止された。 X-53 面図、ありがとうございます。